遅くなってすまなかった。あとはオラが何とかする。お父さん。悟空。まだゴミが残っていたのか。カカロット。カカロット、そうか。お前もサイヤ人。サイヤ人は一匹たりとも生かしてはおかないよ。この僕にカウンターを当てるとはなかなかやるじゃないか。갑자기연출이확좋아졌네。オラ、地球育ちのサイヤ人だ。おめえに殺されたサイヤ人たちや、ここのナメック星人たちのためにも、おめえをぶっ倒す。くだらないことを。この場から離れるんだ。俺たちは邪魔だ。早くしろ。お父さん、死なないで。フリーザをやっつけて。楽しかったよ。こんなに運動したのは本当に久しぶりだった。めったな。あれで半分の力だっちゅうなら、このまま十米海王拳を使っても勝てそうにね。海王拳を20米までなんとか引き上げるしかねえ。体が持たねえかもしれねえが、かけるしかねえ。存在するなんて。海王の言った通りだ。何があってもフリーザだけには手を出すべきじゃなかった。サイヤ人め。今のは痛かった。痛かったぞ。さっきの勢いはどうしたんだ。とうとうパワーを使い果たしてしまったのか。もう我慢できない。僕も行くよ。待て、孫のやつ何かするつもりだ。ん？孫悟空、伝説のスーパーサイヤ人。あに、いタイミング？元気玉だ。このナメック星と近くにあるたくさんの星をほんの少しずつでいい。元気をあげてくれ。なんだそれは。また何かつまらんことを考えているな。
そんなにフラフラで何ができるというのだ。あ、まさか あのでかいのが。フリーザの野郎はまだ気づいてないようだ。なぜさっさとあの弾で攻撃しないんだ。もっと木を集めてでかくしないと奴を倒せない。悟空はきっとそう考えてんだ。時間がかかっちまうが、こいつの大弱点だ。もう少しだけバレねえでくれ。頼む。いい加減にしろ。いつまでそうしているつもりだ。さあいつまでかな。まあそう焦んなよ。ふざけるなよ。サイヤ人は何を考えているのかわからん。昔からそうだった。不愉快な連中だ。あのチビのサイヤ人もこの星もろとも消せばこの世からサイヤ人は消えてなくなる。所詮スーパーサイヤ人というのは夢物語だったな。太陽じゃない。なんだ。マリタ、お前たちはここにいろ。何があっても絶対に来るんじゃないぞ。なんだあれは。まさかエネルギーの塊。わあ。貴様が。マナ보는것같네。もうダメだ。今元気玉使っても避けられちまう。それにまだフリーザを倒せるほどの玉じゃ。騙し討ちをするつもりだったか。情けないやつめ。だがせっかくの苦肉の策も無駄になってしまったな。消えろ。ピッコロ、さっさと元気玉とやらを完成させちまえ。すまねえ。どいつもこいつもこそこそと鬱陶しいハイドモが。あんなところにも。全く人をイライラさせるのがうまい奴らだ。もうここまでだ。この星もろとも貴様らをゴミにしてやる。よし、できたぞ。やれ。わあ。しまった。こんなものを。こんなものこんなあ, 이건 좀 연출 좀...